光が入んないでね、間延びするんですよ、これが。基本的には大丈夫。こんにちは、劇ハナの古谷です。リアルタイムで見てる方はこんばんは、古谷です。最近ですね、動画がちょっとピンボケ気味、ちょっと曇った感じで映ってたことが多かったんですけども、あのピントが合わないなと思ってて、いろいろ工夫をしたんですけど、どうも直らないんですね。よーく見てみたところ、レンズに指紋がついてました。拭いたら直りましたってことで、今日も行ってみたいと思います。とここのところやっぱめちゃくちゃ寒くて寒波が入ってきたりとかしてるんですけども、あのパンジーとかビオラがね凍ることってあるじゃないですか。これ凍っちゃって大丈夫なのかななんていう風に心配になっちゃう方とか、凍ってるところにお水をねかけた方がいいのかなとか、あとね大雪なんかが降って雪がかぶっちゃうけど大丈夫なのっていう疑問があると思うんですね。それに対して今日は、動画で、まあ、簡単にですね説明をしていきたいなという風に思います。結論から言うと、基本的には大丈夫です。パンジービオラ凍っても大丈夫です、これね、根っこは凍っちゃうとねちょっとねなかなか厳しいかなっていう部分もあるんですけども、上の部分が霜に当たってこうなんかね、雪化粧じゃないけどこう霜がふわーって上の方にくっついたりとか、パンジーとかビオラ全体がこう縮こまっちゃってる、こんな感じね、こんな風に縮こまっちゃってる感じとかあるじゃないですか。これね全然大丈夫なんですよ、ね、ビオラもパンジーも植物で、まあ、寒さに強いもの全般に言えることなんですが、上の部分が凍ったりとかしないようにまずは植物全体がですね糖分を出すんですね、葉っぱの方に糖分を出していきます。で凍らないように頑張るんですね。で今度は溶かすようにも糖分出したりとかするわけですよ。まあ、植物見えないところでね、めっちゃ頑張ってるんです。超頑張ってるんですよ。だって、体に糖分出すってすごくないですか？まあ、人間も、体温をね、こう調節したりとか、したりね、体の中で病気を治したりとかっていう機能があったりしますけども、植物も同様に、まあ、凍っても自分自身がですね、凍傷みたいになって、こう、組織が凍って死なないように枯れないように壊死しないようにっていうことで頑張っていく機能があります。なので上の部分がこうね凍って固まっても基本的には大丈夫です。でこれ朝日とかが当たってシュワーって溶けていってまた普通に戻っていくっていうのを繰り返していくんですね。なのであまりこう気を使ってこうシャバシャバやったりとかしなくても大丈夫です。で次にですね、根っこが凍った場合何が起きるかっていうと、根の部分が凍ってしまうとですね、今度土全体が凍っているっていう状態じゃないですか。なので鉢の中とか、霜が地植えにしていてすっごい寒くて土全体がこう凍ってしまった、そうすると何が起きるかというと水分が凍ってしまうので水が吸えなくなります。簡単に言うとコップに入っているお水が凍ってしまうと、こう傾けてもお水として出てこないので飲めないですよね。それと同じような状態になるんです。でこれがずっと長らく続いてしまうと水枯れっていう状態になって、お水がないので枯れていってしまうっていう、感じになります。これって例えばマイナス30度のような場所に地植えされていたら、これで、まあ、枯れていってしまうってことはあるかもしれません。鉢植えの場合も同じように、鉢の中の土がずーっと凍りっぱなしになってしまうと、やっぱり枯れていってしまうんですよね。なので鉢の中の土は溶かす必要があるんですけども、根っこがねしっかり回っているとか水分が多すぎず少なすぎずの状態であれば土は凍らないでいます。水分がね多いと土ってやっぱり凍っちゃったりするんですよね。でこの水分量を一定に保つためには、まあ、水やりの上手とか、その技術的なものがあったりとか、あとは水をあげる時間帯があったりするんで、まあ、午前中のあったかい時間とかお昼頃とかっていう表現で、説明しているサイト、それから、番組っていうのは多いかなというふうに思います。
で、裏技としては2種類あって、土の中のね水分量をキープするための、キープっていうかいい状態でキープするための裏技っていうのがあります。例えばこういうスポーツタオルみたいなのがあったとします。で、このタオルをですね、2つ折り3つ折り4つ折りぐらいにして、この上にお水をあげた後の鉢を乗せるんですね。で、まあ1時間でも2時間でもいいんですけど、まあ、最短だと30分ぐらい、だとこのタオルがですね、鉢の下から水を吸ってくれて、ある程度この鉢の中の水分が下に移ってくれるんですね。カラカラになることはないです。鉢の中の水分量が適正に保たれます。保たれるんですよ。で、これすごいでしょ。で、この方法がまず一つ、まあ、凍らせないための方法ですね。例えば、午後夕方ぐらいにどうしてもお水あげなきゃいけなくなっちゃった、真冬のねパンジービオラとかノースポールとか、桜草とかね、いろんなお花がありますけども、わーってなった時には、まあ、渾身の一鉢にはこれをね乗せてあげて、こうタオルがビチャビチャになりますから、ある程度水吸ってくれるんで、で、外に出しっぱなしにしておくっていうやり方が一つ目。で、もう一つはこういうやつですね、アクアセル。これマジすごいんですよ。で、このアクアセルって、スポンジなんですけど、水を含ませておいて上に鉢を乗っけておくと、水分量がベストな状態に保たれるというスポンジなんですね。僕はもうこれずっと愛用してるんですけども、この上に乗せておくっていうのが、もう一つのやり方です。そうするとね、鉢の中が基本的には凍りません。土の中の水分量と、あと根っこがねしっかりと張っていると、土の中の水分量、それから植物の状態の水分量とかっていうのは適正に保たれるんで、その場合は基本的には凍らないんですね。土の中凍らなくなりますんで、そのベストな状態っていうのをキープするっていうのがいいと思います。で、次に雪がかぶってもしまっても大丈夫なのかどうか問題なんですけども、基本的には結論から言うと大丈夫です。大丈夫なんです。大丈夫なんですけど、雪がねこう上にこうボッとボタ雪とかこうねかぶってしまってこう積もりますね。今雪たくさん降りましたっていう地域の方も多いと思います。北陸方面なんかやっぱすごいですよね、雪がね。で、雪かぶってしまった後どうしたらいいかっていうと、このね雪ずっとかぶってても、まあ、保温効果があるので植物自体は元気なんですが、光が入んないんでね間延びするんですよ。これが雪降った後って晴れたりするじゃないですか。間延びしちゃうんですね。そうするとせっかくね、一生懸命育ててきたパンジービオラが伸びちゃったってことになりますので、これなんとかしたい、なんとかしたい。まあ一番いいのは鉢の上に傘でも差してですね、雪が避けれれば一番いいです。一番いいです。それが一番いいです。で、朝になったらこう外しとく、で、またこう傘やっとく、雪が降ってる間は傘差しとくみたいな感じが一番いいですね。で、よくありがちが、僕もやっちゃったことあるんですけど、雪がこう積もるじゃないですか。朝になって止んでたりしますよね。そうすると朝ね、お水でジャー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 かけて、雪を溶かそうっていうふうに僕もやったことがあります。それをやってどうなったかというと、パンジービューラー、絶妙な感じで折れました折れちゃったんですよ。まあ雪それなりに重いですよね。雪も水を吸うんで、水かけちゃうとこう溶けていく間にね、重さでねギュ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 ってなるんですね。それでこうペコってなっちゃったとか、あと雪積もりっぱなしで、水かけなくても折れたりもします。やっぱ上からねギューって押されてしまったりもするので、雪はねかぶらない方が僕はいいなというふうに思っています。かぶったからといって枯れてしまう、直接的に枯れてしまうということはないんですけど、まあ、伸びするとか折れるとかありますね。水をかけて溶かさない、手でどけるっていうのが一番いいですね。大変ですけどね。花壇なんかでパンジービオラ売れてて、大雪が降ってねこう積もっちゃったって時って、雪かきもしようがなかったりとかするじゃないですか。まあこれねなかなか難しい問題なんですけど、まあ、雪よけっていうのをした方がいいかなというふうに思います。やっぱりね、雪の重みでね、木なんかも折れるんで、北国ではこう雪囲いっていうのにしますね。こういうね紐引っ張ってさ、見たことありません。僕関東にいたんで、ね、そういうのって雪
国とは近い方ですけど、まあ、沖縄にいる方なんかは雪囲いとかって見たことないかもしれないし、学校で習うこともあんまりないかなというふうに思います。あと関西方面の方、ご存じない方も一部いらっしゃるのかなとは思いますけども、それぐらいですね、雪って重いんですね。生産者さんなんかはハウスがね、やっぱ雪でバシャって潰れちゃったりもするんで、夜中にも雪をね下ろして、やっぱり雪が降るとね本当に超大変なんですよ。こんなような感じでやっぱり雪対策っていうのはある程度した方がいいのかなっていうふうに思います。とはいえ、この動画を出すタイミングではもうすでに雪が降っちゃってるよっていう方もいるかもしれませんが、まあ、雪対策とっても大事なので、降った後までとっても大事なエリアがあったらもう手で、まあ、軍手はめると随分楽なんで、そのね、僕手がかじかむのあんま好きじゃないんで、まずね、ビニールの手袋します。一番最初のビニールの手袋で軍手します。避けますって感じですね。もっと手がかじかむの嫌だ、でも長時間やんなきゃいけないっていう方は、一番最初にね、もうピチピチのね100均のビール手袋あるじゃないですか、あれをまずします。で次にビニール手袋します。その方がいいですね。水が入ってこないんで、しばらくあったかいです。こんな風に僕は雪が降った後の作業なんかはしています。ということで、今日の動画、お役に立てればいいかな、いいなっていう風に思っております。こんな感じでですね、僕の、チャンネルでは植物の育て方や、困った時の対処法やおすすめの植物などを、毎回毎回ですねお伝えしております。僕に質問があるという方、直接お答えできるかどうかは分かりませんが、答えられる場合もあるんですけども、概要欄にですね LINE の質問 LINE のリンクを貼っておきましたので、そちらからご質問、登録ご質問していただければなというふうに思います。この動画面白かった、役に立ったということであれば、高評価のグッドマーク、そしてチャンネル登録もしていただけると嬉しいです。次回の動画でまたお会いしましょう。さよなら。